13番パー4、377ヤードですが、かなり登っていますので400ヤード程度の距離換算になると思います。女子には少々長いホールです。佐久間夏美選手のティーショットです。先ほどはナイスチップインバーディーでした。少しドローがかかってフェアウェイ右ナイスショットです。よいしょ。松原由美選手ティーショットです。力強いドライバーショット、フェアウェイ左にナイスショットです。ナイスショット。竹谷真宏選手、先ほどのホールを忘れて、これからバーディーを量産できれば。よいしょ。13番パー4、377ヤードですが、かなり上りになっているので400ヤード以上、女子には辛い距離です。5番ウッドでしょうか。200ヤードが必要です。お、ドローかかってナイスショット。ピンに向かってまっすぐ飛んでます。おー、ナイスオン。ありがとうございます。ありがとうございます。松原選手85ヤードぐらいは必要なショットです。綺麗にドローがかかってますが、ピンの左グリーン左にオンでしょうか。竹谷真宏選手1番飛んでいます。残り180、ピンに向かってまっすぐ飛んでいますが距離次第。ナイスオン。フォローの風がかなり強く感じます。ここに来ると、やっぱり一番上に高いところに来ると風があるのが分かりますが、下から打つときはそういう感じじゃありませんでした。ということでオーバー、2人オーバーしてしまいました。ショートになってしまいました。10ヤードアプローチです。ちょっと引っ掛け気味のショートでした。今日のグリーンスピードはスティンプメーターで 8.8、 非常に遅くなっています。佐久間夏美選手です。パーは問題ないでしょう。竹谷真宏選手パーパットです。ナイスセーブ。松原由美選手パーパットです。ちょっと打ち切れませんでした。遅いグリーンスピードに選手は苦労しています。佐久間選手パーパットです。問題はないでしょう。ナイスパー。14番パー5にやってきました。左ドッグ、登って降りて登って2打目のプレイスメントが大事になってくるパー5ですが、今日は
結構なアゲンストなので500ヤードですが、540ヤードと感じるような距離じゃないでしょうか。さあパー5のティーショットです。左にちょっと引っ掛け気味ですが、左、フェアウェイから約5ヤードぐらい外れたラフです。竹谷選手ティーショットです。フェアウェイから2ヤードほど外れた右ラフになりました。先ほどボールは残念ボディでした。松原由美選手、ここはバーディーで取り返したいところです。ちょっと右に行ってしまいましたが大丈夫でしょうか。さあ佐久間夏美選手、前の2つの木が完璧スタイミングになってます。どういう風な攻め方をするか。おお、ナイス。ギリギリの攻め方。ちょっと右に出てしまったか、バンカー方面。さあフェアウェイ真ん中から、ここは必ず一つ取り戻したいところです。パー5。ナイスショット、ナイスショット。フェアウェイいいところに出てるでしょう。アゲインスト172ヤードですが、夏美選手ウッドを持ってます。さあドローかかれ。ちょっと右です。ドローがかかりきません。右ラフ第3打です。ちょっと右に出てしまいました。右バンカーの上です。3打目バンカーから。グリーン右にオンしました。ナイスショットです。佐久間夏美選手、とんでもないボールの状況になって見えない状況だったので、このように掘ってボールを確認して、アンプレイアブルで打ちました。松原選手バーディーパットです。竹谷幸宏選手パーパットです。ナイスパー。350ヤードパー4です。ナイスです。ナイスショット。ありがとうございます。ちょっと右に出ています。右が斜面になっているので左にバウンドして落ちてきました。よいしょ。さあ竹山宏選手
残り150ヤードフォローです。ちょっとダフり気味ですが、ラフだく、ラフなのでバックスピンが効かずオーバーしてしまいました。松村優美選手同じく150弱。ピンに向かってます。ピンにマスカットまっすぐ飛んでます。距離はどうか。ナイスショー。ありがとうございます。ランテーキします。松原由美選手約30ヤードのフックラインのアプローチです。ナイスアプローチ、ナイスパー。佐々木真夏美選手はフックライン上りです。打ち切りましたが、フックの曲がり具合が読めませんでした。ナイスパーです。パーパットです。ナイスパー。残念ボギーになってしまいました。